すいません、今録画ボタンを押すの忘れていて、ちょっと今バタバタしてました。トンプー戦トン一曲始まったばっかりです。ちょっと今喋っていたんですが、まあ終わりがないシリーズなので、最高段位目指すっていうのもいいですし、あとパート61からスタートしたと思うんですが、今パート120ぐらい、まあ、100回ぐらいで区切るのもいいなと、まあ、この辺りはアバウトでやっていきます。123難しそうなんで、リャンウーピンとイーバンジャントーで、まあ、スーピンドラだし、イーピンが3枚切れてるんで、123見るっていうよりは、普通にメンツで見ていった方が、どうか、じゃあ、リャンワン切ろう。一応、イーシャンテンキープしといて、まあ、ちょっと予想外。リャンピンにくっつけて、ソーズの1に落としていきますって言おうと思ったんですが、まさかペンサンズを引いてきました。これが最高な形ですね。ピーチピンク、あれ、いや最低な形でしたね。ピーチ一発トンドラ1、いや本当に麻雀は一打積もると最高から最低になったり、クソ手が攻めようかなっていう手になったり、一打一つもで状況が変わるので説明も意外と難しいんですよね。この手は勝負する手じゃないんでって言った直後にキーハイを引いてきて、あ、これは攻める手ですねってなるのが、まあ麻雀なので、トンパツで満眼直撃、まあ、リーチ後なので防ぎようはないんですけど、ついてないですね。これはまあシャアがちゃんとになってリーピン、リーチピンフドラドラっていうのが理想ですね。こんだけ両面ターツがあればテンパイはすぐなので、あわよくばに差しが見えるかな。完全に押されてますね。むずいな。どうしよう、リャンスを通るかな。ソーズの下はなんか通りそうな気がするしますね。リャンゾー三ゾーですね。スッチーワンは通ってるか。スッチーワンも危険だな。あとは単純に私が抱えてるサブローピンは危険筋の一つ。いけるかな。あんまりピンズ切りたくないんで、あれ嘘か、リャンツは危なかったですね。かなり苦しい
状況になっています。いやいや別に降りてるわけではないんですけど、攻めてるから上がれるかといったらやっぱりこう難しいもどかしいとこですね。裏が2枚あるけどこの形は 最悪な形ですね。数層でも引いてくれると一気に攻めっ気が出るんですが、ただ親なんで子供だったらこの手はって感じですけど、親なんでも攻めます。ああまさかの底が張るかで、一応4面図が見えてる。スッチソーと数ワンで見てるんでここいらないですね。数ワンには何かくっつくでしょうと、またはここ2つの両面になる可能性あります。ローピンチーでもいいかもしれないですね。スピード的に追いつけないんで、単野を確定のローピンからならチーしようかな。うん、そうは通るか。ウーラン危険だな。ローピンチーですね。タイヤ王のローピンがチー。ここもチーしとくか。肩上がりですけど、打ち方しても多分テンパイにたどり着いてないんじゃないかなとちょっとハイパイが良くなさすぎましたね。赤ウーはあるにしてもちょっとまずいですね。ここで4茶引くと段位降格までリーチかな。64で三茶。これも今んとこ手が見えてないので上がれそうもないと。トン一局だったらまあ攻めなくていいやっていう手なので、そんな手で無理無理攻めてもなぁと。メンタンピンがいいとこかな。裏ドラ期待のメンタンピン。9アンはいらない。3層もいらない。リアンワンジャン島に見えるので、私の目から見て。4と9切って、ルーピンにくっつけてメンタンピンと。ウーワン引いちゃうと、リーチピンフのみか。まあ、これで、ルーピンにくっつかないと攻めようと。3ワンでもいいか。これはまあ、いらないんで。やっぱり普通の打ち方と、あ、まあこれは使えるけど、リーピンドライチ、サブロワン引けばメンタンピンドライチなんで勝負したいですね。こういう点数状況で自分の打ち方じゃない
打ち方してるとやっぱ突っ張るんで不本意なロンって食らいますよね。これはいい上がりだな。トップ確定プラス逆転の闇の先手ちょっとまずいな。まだ降格はしてないけどリーチかな。マイナ80なんで、あらら、ちょっとちょっと負け続きですね。この数字見ても。ただほんマイナ99ってことはまあトップ1回取れば装填プラマイゼロにもうすぐ戻るぐらいになるんで本当はそんなひどい数字ではないんですけれども、まあこんな感じの一曲でしたと。いつも見てくれてありがとうございます。コメントとか評価とかチャンネル登録、モチベーションになってます。どうもありがとうございました。